どうもご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人はあなた様に会えなくて実は寂しいというテーマで、お相手の方はですね、あなた様に会えなくて寂しいのかどうかっていうのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左からA、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。A はこちらのボイージ・オブ・ザ・ハートっていうカードで、ハートの旅というカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。B はこちらのですね、レジュベネーティング・レインっていうカードで、活性化の雨というカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。C はこちらのですね、ミスティックヒーラーというカードで、神秘のヒーラーというカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのボイージ・オブ・ザ・ハートっていうカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードを、リーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人はあなた様に会えなくて実は寂しいのかというテーマで、お相手の方はあなた様に会えない状況をちゃんと寂しいと思っていらっしゃるのかどうかですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方、あなた様と会っていない間、会えない間どうしていらっしゃるのかっていうことと、お相手の方はあなた様と会えないことを実はね寂しいと思っているのかどうか、そしてあなた様に会おうとおね、思ってはいらっしゃるのかどうかっていうことを見ていき、最後にですね、今後お相手の方とはまた会えるようになるのかどうか、こちらもですね見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方、会えない間あなた様、と会えない間何をしていらっしゃるのか、そして、ですね、会えないことをちゃんと寂しいと思っているのかどうか、そして今後会おうと思っていらっしゃるのか、会う気はあるのかどうかっていうところをですね見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードからこちらがお相手の方、あの様のね、会っていない間何をしていらっしゃるのかということを表すカード、こちらはお相手の方があの様と会えなくて寂しいと思っていらっしゃるのかどうか、そして、あなた様にですね、今後会う気はあるのかどうかということを表すカードになりますので、早速見させていただきます。ではですね、見ていくと、はい、ではですね、見ていくんですが、ではですね、ちょっと見ていくんですけれども、そうですね、まあお相手の方の中では寂しいという気持ちよりもなんかね、保守的な考えになってしまって、これどういうことかっていうと、まあ相対というよりかは、まあ今はこう会ってられないみたいなね、会うことによってなんかこう自分の状況がもっと悪くなってしまいそうだから、ちょっとこう会うこともなんかこう我慢しなきゃいけないみたいなね、そんなことをこう考えている場合じゃないみたいな、なんかそれぐらいちょっと追い込まれているようなんですね。結構ね、精神力が養われるとか、まあ限界を感じるとかですね、結構こう苦難が今訪れてしまっているのかなというのがあるので、ちょっとねこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていけたらなと思います。まず上のカードから見ていきましょう。お相手の方、あなた様と会っていない間何をしていらっしゃるのかということなんですが、まずここですね、見ていくとブロッサムっていうカードが出ました。開花するっていうカードで、今ですね、お相手の方、自分の持つ、才能であったり能力を開花し、何かを成し遂げようとしている、それが何かを成し遂げようとしているというのは後ほど出ているんですけれども、とにかく今自分の持っているポテンシャルをもう最大限十分に十二分にですね、これ発揮して何かを乗り越えようとしている。それが後ほどお伝えしていくんですが、困難とかがね今訪れているので、それをこうなんとかね乗り越えようとしている。ただね、乗り越え方がちょっとこうね、どうなのかなっていうふうには思うんですけれども、お相手の方っていうのは自分の能力ですねっていうのをこう発揮してっていうことで、何かこう自分一人でね、目の前の、困難とか障害をね、こう乗り越えようとしているようなんですが、だからそんな時こそね、ちょっとこうあなた様を頼ってみたりだとか、周りのね、なんかこう信頼できる人に相談してみたりだとか、ここでこそね、他の人をちょっとこうね、頼りにしたり一緒に協力して乗り越えていくべきではあるんだけれども、どうも、お相手の方の中では、自分の能力を発揮すればなんとかできるっていうね、なんかそういうふうに思っていらっしゃるようで、なんかこう自力で、目の前の状況を変えようとしていらっしゃるっていうのがあるようなんですね。で、このカードなんですが、ソードの2というカードがこれ逆位置になっているんですが、このカードが逆位置になった時の意味としては、障害や困難な状況を乗り越えるっていうことであったり、試練に立ち向かうっていうことの他に、精神力が養われるような状況とか忍耐を強いられるっていうことを表すカード、あとは孤独っていうことも表すカードでもあるので、やっぱり孤独にね、何かにこう耐えながらですね、目の前のこの試練とか困難に立ち向かって乗り越えようとしているということなので、簡単に言うともう一人ぼっちな感じですね。あなた様と一緒にいないときはもう一人ぼっち、で、一人ぼっちっていうのも、なんかこう、一人の時間を満喫しているみたいなね、一人カラオケとか一人焼肉満喫してますとかじゃなくて、もう本当になんかこう、目の前の悩まされる問題に向き合っているだけみたいなね、なんかちょっとそういう状況でいらっしゃるようですし、
まあ、ここもそうですね、ワンドの2っていうカード、これが逆位置になっています。で、このカードも逆位置になった時の意味としては、まあ、突然の変化っていうことであったり、予想できなかった、予想していなかった出来事によって、ですね、前進が阻まれているということを表すカードになるので、まあちょっとこうお相手の方としても想定外の出来事っていうことが今発生してしまっているのかなと。で、その対処にかなり追われている、ということですね。余力がだいぶなくなってしまっているということで、まあ想定していたことがね、起こっていればなんとかね、自分の、なんかこう力量でね、何とでもできるとは思うんだけれども、ちょっと想定していなかったことが起こってしまっていて、だいぶちょっとこうパニックになっていらっしゃったり、大丈夫かこれっていうようなね、ちょっとこう精神的にどんどん追い詰められているっていう状況のようですので、まあそれがちょっとね、あなた様に対して合うっていうことであって、まあ場合によってこれ多分連絡もね、返していらっしゃらない方なんじゃないかなと思うので、まあちょっとそういう状況にあると。いうことですね。で、お相手の方の中では、あなた様と会えないこと、会っていないことが寂しいのかっていうと、まあ寂しいよりも今自分に来ているそういったこう辛い流れを止めるのがやっぱ先だっていう風な考えなので、なんか寂しいと思ってる暇がないというか、それぐらいの状況のようなんですね。というのは、ここがまず出ていて、Taming the Wind っていうカードが出ていて、これは風を制御するっていうカードになります。風には、まあ、向かい風、追い風とありますけれども、まあ、ここで言う風を制御するっていうのは、こう、向かい風の方ですね。逆風の方ですね。を表すカードで、今自分に吹いている逆風を何とかしてでもこう制御したい。ね、その勢力を弱めたいとか、ピタッと止めたいわけですね。もうそれを止めることにも必死。そのことだけでも頭がいっぱい、みたいな、そういう状況のようなので、ちょっとね、こう会えないっていうことを、寂しいな、会いたいなっていうね、そういったことを思う。隙間がどうもないようなんですね。だから決してあなた様と会えないことが寂しくない、その寂しくないぐらいもう気持ちがないとか、そういうわけじゃなくて、その寂しいということを考えてられないぐらいのちょっとまあ緊急事態なわけですね。だからまあこれがちょっとでもね、こう落ち着いてきたり、まあ解決の兆しっていうのがね、見えてくれば、寂しいなというか、なんかまたあなた様に会いたいなっていうことを思えるようにはなってくると思うんですが、ちょっとね、まだこう会いたいとか会えなくて寂しいとか、そういったところを考えられるほどの余裕ではないようで、とにかく自分に吹きまくっているこの逆風ですね、これも止めなきゃと、制御しなきゃというですね、まあそういった状況でいらっしゃると。で、ペンタクルの8っていうカード、これが逆位置になっています。で、これが逆位置になった時はですね、疲労困憊ということで、ものすごくですね、今お相手の方っていうのはこのストレスとかですね、疲労を多く感じている状況で、かなり自分にもですね、限界を感じていると。だ結構限界ギリギリの状態ではあるんだけれども、ここでね、ちょっとこう手を止めてしまっては、まあよりね、目の前の状況が悪化してしまうっていうのがあるので、かなりこう自分に鞭を打って、なんか取り組み続けているっていうことですね。だ結構本当ギリギリのようなので、だいぶまあきついなと、タフだなというですね、まあそういう状況ではあると思うんですが、まあこの状況でもあるっていうことが関係して、今はね、ちょっとこう、会えないっていうことを寂しく思えなかったり、まあこれ逆位置になった時には、虚しい努力っていう意味のカードにもなるので、今の状況の中であなた様と会おうとするのは、自分の状況を悪化させるっていうことにもつながるだろうし、今のコンディションで、あなた様と会ったとしても、なんかこう素敵な時間を過ごせなさそうというか、かえってなんかこうあなた様にね、なんかこうやつれた姿を見せて心配させてしまったり、自分自身もなんかこう元気ない姿でデートに行くのは、なんかすごくね、失礼だったりするし、こうあなた様にもなんか不快な思いをさせてしまうしとか、なんかいろいろこう考えちゃってね、今はまだその会うっていうことにちょっと努力を向けられないっていうふうに思っていらっしゃるので、まだちょっと寂しいということを思えるような次元ではないのかなというふうに思います。で、ワンドのエースですね、これが逆位置になっています。で、このカードも逆位置になるとですね、
まあそうですね。まあこれは逆位置になるとですね、何かやることが無駄になってしまう恐れとか、うまくいかない恋愛とかですね、物事のマイナス面がクローズアップされるということで、まあ先ほどもちょっと言いましたけど、今のコンディションであなた様と会ったとしても、なんかあなた様に元気のない姿とか、ちょっとこうね、悩んでる姿とか、ちょっとこう落ち込んでる姿を見て、なんかこうね、せっかくあなた様にはいいところを見せたいのに、あ、なんかこの人なんか弱々しいなとかね、なんかこう、ね、なんか頼りないなとか、なんかそういう部分をね、こうすごくこうピックアップされちゃうんじゃないかっていう恐れを感じていたり、せっかくね、まあ、ここまでやってきた何かっていうのが今あってしまうことによって、一気にこう崩れてしまうっていうね、そういった恐れもあって、まあ、いろいろちょっとこう保守的になっちゃっているわけですね。それでちょっとこう会うっていうことを今ちょっとこう、なんでしょうかね、ためらっているというか、控えているというか、自粛しているというか、まあそういう感情のようなので、寂しくないイコール、もう気持ちがないっていうわけではないんですけども、まだ寂しいということを考えられるような状況ではないのかなと。ただ会う気はあると思います。会う気はある。っていうのが出ていて、まずここですね、見ていくんですが、Going Forward っていうのが出ました。これ前に進むっていうカードで、先ほどね、風を制御するっていうのがあったと思うんですね。逆風を抑える。ね、逆風を抑えるとどういうことが起こるかっていうと、前に進めるようになるわけですね。だから、無事に今自分の人生に吹いている逆風っていうのを、ピタッとこう止めることができ、また前にね、自分の人生を前に進めることができれば、あなた様に会おうとは思っていらっしゃる。今逆風のせいでずっと同じ場所に留まっているか、もしくはこう後退させられているわけですね。逆風のせいでこうガーッと後ろにこう下げられちゃってるわけです。その逆風っていうのをピタッと止めることができた時に、あなた様に対して会おうとは思っていらっしゃる。逆に言うと、その逆風をですね、止められるまでは、会うことを望まない方がいいんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃっていて、ペンタクルの9というカードはこれ逆位置ですが、このカードがもともと正位置の時っていうのが、実りの享受っていうことで、まあ努力したことが実を結んでですね、成果につながるということで、努力がこう実りやすいからこそ積極的に頑張ろうというカードなんですけれども、逆位置になると、努力が今頑張ってもこう実りにくいということで、だったらば、今ね、何かを無理やりに進めようとするんじゃなくて、控えめな行動が基地だよと。今ね、なかなか努力が実りにくい時にいろんなもの、欲をね、変えてしまうと、さらに欲によって滅びてしまうっていうことなので、あなた様に会いたいという欲はあるわけですね。会いたい欲というか、でもその欲に今流されて実際に会ってしまうと、自分の状況をもっと悪化させて滅んでしまうし、ね、自分の状況が滅んだら、まあ、あなた様に見せる姿もね、あまり元気なさそうな様子を見せてしまって、あなた様とのデートもぶち壊しちゃうみたいなところがあるから、だったらば今はちょっと控えめでいこうと、逆風が収まるまでは、ちょっとこう、会いたいという気持ちはあるけれども、ちょっと控えめで行こうと、いうふうに思っていらっしゃるようなので、会いたい気持ちをだいぶ今、我慢していらっしゃるっていうような状況だと思うんですね。で、逆風が収まれば、ちゃんと会おうと思っていらっしゃる。で、ソードの6ですね。これが逆位置になっています。で、このカードっていうのが逆位置になると、ですね、今はちょっとこう決心ができないっていうことであったり、まあ難解な問題、憂いっていうことを表すカードで、なかなかこう会うという決心が今ちょっとやっぱできないようなんですね。その理由としては気持ちがなくなったからではなく、難解な問題、まあお相手の方を悩ませる、まあ難しい問題であったりだとか、あとは憂いですね。こう憂いを感じてしまうような状況ですね。まあ先ほども困難とか試練とか、ね、障害を乗り越えようとしているっていうのがありましたけれども、かなりこうね、ちょっと売れてしまうような、なんかそういう状況があるせいで、会いたいという気持ちはあるんだけども、いざ会おうという決心がちょっとできないでいるっていうことがあるので、まあこの逆風をピタッと止めることができたらね、あなた様にちゃんと会おうとは思っていらっしゃるようです。はい。ではですね、実際に、まあ今後、お相手の方と会う流れ、会える流れですね。っていうのは訪れるのかどうかっていうのをですね、見ていきたいと思います。
ではですね、見ていきます。今後、お相手の方と会う流れ、ですね、会うことはできるのか、会うことはできるのかどうかを表すカードです。なるほど。はい。ではですね、見ていくんですが、そうですね、会うことはできるのかなと思います。ただもしかしたら何だろうかな、二人っきりのね、最初はこう二人っきりのワンオンワンなですね、相方ではないのかなっていうところも出てはいるんですが、まあいろんな読み方できるんですけどね、ちょっと見ていくと、まあ会うことは全然できるよっていうところからお伝えしていくと、まずここですね、ニューラブっていうのが出ました。これ新しい愛っていうことで、これはですね、なんかこうあなた様にもう次のね、恋に行きましょうとか、なんかその新しい愛に進みましょうっていうことをこれ進めているわけではなくて、このカードっていうのは、この精神的な成長があることによって、今の愛に新しい展開が起こるよっていうカードになるんですね。ですので、なんていうかな、その、まあ、embrace an opportunity for love in your work, prospects or for spiritual growth ということで、まあ、あなた様のこの、まあ、なんでしょうかね、こう、まあ、仕事的な視点であったり、まあ、精神的な成長の視点によって、まあ、愛であったりね、なんでしょうかね、こう、まあ、愛や、こう、精神的な成長に対しての、この、機会だと今を捉えようみたいな感じなんですけども、ですから、今というのは、その、愛、ということを理解したり、なんかこう自分自身の精神的な部分の成長を遂げる機会として捉えることで、目の前にですね、この自分の望みが叶った姿ですね、この星、流れ星っていうのは、こう星っていうのは願いとか理想とか希望を表しますので、その理想が叶うという新しい展開が起こるっていうことなので、まあご自身のね、精神的な成長を遂げている間に気づいたら、あ、会うチャンスが来てたみたいなね、なんかそういう流れになってくるっていうのがあるので、今っていうのは、まあ神様がですね、二人の流れっていうのを意図的に止めていて、精神的に成長しなさいよっていうね、そういった機会として今二人のね、環境を止めているんですね。だからお相手の方はお相手の方で試練というものを乗り越える中で精神的な成長を今遂げようとしていらっしゃる。あなた様もあなた様で今ね、何かこう自分の人生の局面において何か精神的な部分を成長させていかなくちゃいけない局面にね、直面していらっしゃるかと思うので、そこから逃げずにね、乗り越えていって、あなた様もこう精神的な成長を遂げていけば、今の恋に新しい展開が起こるよっていうね、そういったカードが出ているので、もうここで終焉だっていうわけではないんですね。まだまだこれから新しい展開が起こっていくような恋をあなた様はしているっていうことなんですが、次に出たのがこのカードなんですね。フレンズ&コリーグスっていうカードで、これはですね、友人であったり同僚っていうカードになります。なんかこう友人とか同僚が、なんかこう、集う、なんかパーティーみたいなところが描かれていると思うんですが、もしかしたら最初に出会う形っていうのはこれなのかもしれません。お友達と、お友達がですね、こう集まる場所をですね、例えばまあ趣味仲間の何でしょうかね、例えばオフ会とかね、まあ同級生の同窓会とかですね、まあ友達同士の飲み会とか同僚の飲み会とか、なんかこうイベントとか、なんかそういうね、まあもしかしたらこれがオフライン上、オンライン上ということで人それぞれだと思うんですけれども、なんかそういったところの、なんかこう一メンバー同士みたいな感じで最初は再会したり会うことになっていくんじゃないかなと思います。で、お二人の間に、なんかそういうね、共通の知人であったり、友人みたいなのがいないのであれば、あなた様の、そのね、例えばご友人の方とか同僚の方が、まあちょっと助っ人になってくれるよっていうことでもあるので、まあちょっとね、こう、まあ本当に信頼できるお友達とか同僚の方にちょっとこうアドバイスを求めてみるっていうのもすごく大事で、そこでね、客観的な意見をこう取り入れてくれることによって、そのね、その人の考えが二人をまたこう引き寄せるようにはなっていくっていうことでもあるので、もしその共通の知人、友人の方がいらっしゃらない方は、このご友人であったり同僚の方にちょっとこうね、アドバイスというか、ね、知恵をこうね、もらうっていうことをしてみた方がいいと思います。で、まあ、
最初にね、こう会えるっていうふうにお伝えした理由として、このワンネスっていうのが出ていて、これ一つになる、一体化っていうカードで、今はね、ちょっとこうなかなか会えない二人っていうのが、なんて言うんでしょうかね、この天の川に隔たれた、まあ、織姫と彦星みたいな感じになっていると思うんですが、うん、それがですね、またこう一つになるっていうことなんですね。うん、一つになるってことはこれね、また同じところでこう合流したり再会したり会うことができているっていうことだと思いますので、だからまあ会えるようにはなるよっていうふうにお伝えしたんですね。うん、で、ここのカードが13っていう数字が出ているので、何かこう13にまつわるタイミングに会うことができるのかなと思います。うん。まあ、例えば、まあ、13日以内にまた会えるような流れになったり、何月13日とかですね。うん。で、会ったりだとか、前回から会った、そうですね。会った、まあ、13日後とかね。うん。であったりだとか、まあ、もしかしたらこのね、まあ、同窓会とかお友達の集まりがあった13日以内に2人で会えるっていうことかもしれないですし、まあ、13時にちょっと連絡が来るとかね、まあ、お昼の13時頃のね、会う機会、まあ、お昼のデートとかになるのかもしれないですけども、とにかくま、13っていうね、タイミングで会うことができるっていうのは出ているので、うん、まあ、これもね、参考にしていただけたらなと思います。はい。そして最後ね、こちらのカードを見ていきましょう。A をお選びいただいた方のカードはこちらで、ボイージ・オブ・ザ・ハートっていうカード、ハートの旅っていうカードです。このカードは、ラブ・フロー・スルー・ユー・トゥ・ユーということで、まあ、愛をですね、愛があなた様に流れてきますということなんですが、今ね、あなた様自身が自分にするべきなのは、自分にもっと愛を流してあげてくださいっていうことです。うん、まず自分自身にね、自分が自分のことを愛するっていうのもそうだし、今あなた様に愛を送ってくれる人や物と接していくのが大事。うん、例えばあなた様に愛を送ってくれる人、ご家族であったり、お友達であったり、それこそ同僚であったり、仲間であったり、ね、場合によってはペットを飼っていらっしゃる方だったら動物であったり、ね、とにかく今あなた様に愛をこう流してくれる、うん、そういった人たちや物とのこう接していく時間を大事にして、あなた様の心の中の状態をこれ穏やかにしていくっていうことが、今あなた様にとってすごく大事だよと。その心の状態っていうのがこう海としてね、描かれていて、この海が荒れている状態だとダメなわけですね。ちゃんと愛を流して海を穏やかにしていくっていうことが、あなた様にとっては大事なことだっていうのが出ていましたので、これも参考にしていただけたらなと思います。はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後ね、こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、 LINE のアイコンを頻繁に変える男性心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい、うん、まあ、これはですね、正直言うと、なんかこう、気分がね、ちょっとこう、コロコロ変わりやすい状況なのかなと思います。うん。うん。例えば、まあ、ちょっとね、こう、うまくいかないことがあって、なんかにね、何かのせいにしたいんですね。このアイコンが、ダメだったんじゃないかとかね。うん。なんかこう、この、なんだろうかな、この持っているものが古くなってきたから、これが運気下げてるんじゃないかとかね。私もちょっとこう、そういったね、ところになんか すがりたいというか、そういったところのせいにしてしまった時とかがあって、結構こう、まあアイコンをコロコロね、変えていた時もあるんですけれども、まあそれぐらいちょっとこう、精神的にね、こう安定してなかったり、何かね、これのせいなんじゃないかっていうね、ところがあって、こう変えてしまうっていう時もあれば、うん、まあ単純にちょっと飽き性は、まあ、もうこの写真ええかなとかね、まあ定期的になんかこういい写真が撮れる、自分のなんかこう漏れた写真が撮れたから、やっぱこれにしよう、これにしよう、これにしようってなんかどんどん更新されていて、その度に変えているっていうこともあるので、まあいろんな心理はあると思うんですが、まあどちらにせよちょっとこうね、まあ気持ちはまああんまり、まとまっていないっていうところがあると思うので、まあ頻繁になんかライン変わってるなっていう時には、あんまりなんかこうね、うん、その相手を刺激するようなことは控えた方がいいと思うので、まあ、参考にしていただけたらなと思います。はい、ということで A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄もご覧いただけますと幸いです。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X もやっておりますので、よかったら概要欄見ていただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのレジュベネーティングレインっていうカード、もしくはですね、
B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人はあなた様に会えなくて実は寂しいのかというテーマで、お相手の方ですね、あなた様に会えなくて本当は寂しいのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方、あなた様といない時にはどういうふうにね、過ごしていらっしゃるのか、何をしていらっしゃるのかということと、お相手の方、あなた様に会えなくて寂しいのかどうか、そして、ですね、あなた様に対して会う気はあるのかどうかっていうのを見ていき、今後ですね、お相手の方と会う流れは来るのかどうか、会えるのかっていうのもですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方、あなた様とね、会えない時にどうしていらっしゃるのかということと、お相手の方、あなた様と会えないことを寂しいと思っているのかどうか、そしてですね、今後会う気はあるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、では見ていきます。上のカード、お相手の方、あなた様と会っていない時にはどうしていらっしゃるのかということと、お相手の方、あなた様と会えなくて寂しいのかどうか、そして、こちらですね、お相手の方、あなた様と今後会う気はあるのかどうかっていうのを表すカードです。では見させていただくと、まず会う気はあるっていうのが出ています。うん。会う気はあるっていうのが出ていることを踏まえて、ここなんですが、寂しいと思ってるかっていうと、まあ、ぶっちゃけ寂しいとは思っているんだけれども、なんか、その寂しさを糧にしていらっしゃる。っていうところがあるんですね。あなた様に会えないのは寂しいんだけれども、今この寂しさを力に変えて自分の成長につなげようと。だから、早く会いたいんだったらば、早く自分成長しようっていうふうに思っていらっしゃるようで、逆にその、会えない寂しさみたいなのを、なんかすごくこう、バネにしていらっしゃるというかね。そういったところが出ているので、会っていないイコールあなた様のことがもう好きじゃなくなったっていうわけではないんだと思います。なので、ちょっとこのあたり見ていくんですが、
ではですね、ちょっと見ていくと、まずお相手の方ですね、あなた様といないところでどうしているのかっていうことなんですが、まずここがちょっと今出ていまして、ペンタクルのページっていうカード、これが逆位置になりました。でこのカードが逆位置になった時の意味としてはですね、心理的経済的な不安を抱えているっていうことであったり、計画倒れっていうことを表すカードになっていて、何かちょっとこう経済的な不安と同時に、まあ、精神的な不安ですね。お金の悩みができたことによって、なんかこう、かなり憂鬱になってしまっているとか、落ち込んでしまっているとかね、心が元気じゃなくなってしまっているみたいな、なんかそういう状態ですね。だから経済的なのと、心理的な不安というのは同時発生しているみたいな、なんかそういう状況ですね。を表すカードであったり、それに陥った理由としては、なんかこう、計画していたものが計画倒れになってしまったからだということですね。まあそういった状況ではあるんですが、ただこのカードっていうのが、まあおごりや散漫さによってそういった状況が生み出されてしまったっていうことで、ちょっとね、お相手の方の、なんていうかな、ちょっとこう脇が甘かったというか、爪が甘くて、それによってちょっとこう経済的な不安であったり、ね、精神的な不安な状況に陥ってしまった。例えばまあ、もっとね、ちゃんとこう将来のことを備えて、お金のね、なんでしょうかね。お金を大事にしていれば、今のような、経済的な不安っていうのを、訪れなかったわけですね。なんかどうにでもなるやろうと思って、なんかその場その時その時で、例えばまあ、娯楽に走ってしまったりね、なんかこう、散財してしまったりしたことによって、今のちょっとこう、経済的な不安とか、ね、それによって心理的な不安っていうのが起こってしまった。だから、ちょっとこう、なんだろうかな、すごく、悲惨な目に遭っているというか、ちょっとこう自分自らが招いた結果みたいなところのようなんですね。ただこのカードには他の意味として見栄を張るとかですね、人目を気にするとかね、人からなんかどう思われるのかっていうのをすっごい気にしちゃう人なんですね。だから結構こう無理をして、例えばデート代も全部ねこう払ったりだとか、後輩にはね結構こう自分がカツカツなのに後輩にはなんか全額ねご飯おごるとか、ご飯に連れて行くとか、なんかそういうこう、周りからの、なんでしょうかね、見てくれみたいなところをかなり気にする人なので、なんかそれが、ゆえにですね、ちょっとこう、今経済的にちょっとピンチな状況になっていて、精神的にもちょっと落ち込んでいるみたいな、そういう状況のようで、それをなんとかね、今修復しようとしていらっしゃるようで、カップの6っていうカードがこれ逆位置になりました。このカードが逆位置になった時の意味としては、事態を良い方向へと一転させるっていうことであったりだとか、まあ事態をこう癒していくっていうことを表したり、悩みや不安を解消するっていうことを表すカードになっているので、まあ今ね、早急に自分の、なんていうかな、この、精神的な、そして経済的なね、不安とか悩みっていうのを解消しようと、まあ、心がけていらっしゃる。だから、あなた様にもね、結構なんかこう、いい格好しいだったんじゃないかなと思うんですね。まあ、それが嬉しかったところもあると思うんですけれども、なんかこの人、多分無理してんなっていう感じで、あなた様に対して接していらっしゃったと思うんですね。主にこう、お金の使い方の面で。多分これ無理してね、レート代いつも払ってるんだろうなとかね。この人ちょっと無理してなんかこうね、いいところを見せようと思って、なんかお金をこうね、なんか使ってくれてるなみたいなところが多分あったと思うので、まあそれがちょっとこう今たたってきているみたいな状況ですね。で、それをなんとかこう回復しようとしている。ファインドバランスっていうのが出ていて、バランスを見つけるっていうことなんですが、まあ、いろんなマークがこれ描かれている中で、すべてが機能するようなベストなバランスをこれ見つけているっていうことで、どうしてもね、お相手の方はなんかその見栄を張って、張ろうとね、見栄を張ってしまうことによって、いろいろこうバランスが崩れちゃうんですね。例えば、それこそいい格好をね、したくて、ね、すごいなと思われたくて結構お金をじゃんじゃん使っちゃった時に、それによってね、自分の生活がかなり質素なものになってしまう。そのお金の使い方がちょっとこう荒かったりこうね、豪快すぎて自分の生活のバランスが崩れるみたいなね。だからそうならないように、ちゃんと、なんだろうかな、毎月そういったこう見栄を張るために使うお金はここぐらいまでにして、ちゃんと自分の生活も成り立つぐらいに、これぐらいのね、ちゃんと貯金は毎月残しておこうとかね。なんかそういう、ようやくかもしれないけれども、
自分自身のなんかこう関わってるすべてですね、人付き合いもそうだけれども自分自身の生活とかもあるわけですね。だからいろんなものがちゃんと機能するようなバランスっていうのをようやくこう見つけ出そうとしていらっしゃるようなので、今なんかこう自分自身でちょっとこうね首を絞めてしまった状況をなんか立て直そうとしているっていうようなそういう状況だと思います。で正直あなた様に会えないことは、寂しいと思っているし、寂しいという気持ちをなんかこうバネに変えようとしていらっしゃるっていうところがあるので、ちょっと見ていくと、まず寂しいということを表すカードから、こちらですね、カップの2っていうカード、これが逆位置になっています。で、このカードっていうのが、もともとですね、正位置になっていると、なんかこの2頭のイルカがね、こう向き合っていて、そしてカップが並んでいる姿があるんですが、これ向き合っているっていうことは、2人がね、向き合っている。実際に会えていたり、近い距離で過ごすことができているっていうことであったり、あとはですね、このカップっていうのは心の器を表しますので、心と心が通い合っている。非常にこう、親しい仲であったりだとか、愛が深まっているとかですね、すごくこう、質の高いですね、2人のこの愛を実感できるようなね、時間を過ごすことができている。そういったカードになるんですが、逆位置になるとなかなかそういったね、2人がこう向き合う時間が作れなくて、これ満たされるの思いっていうことを表すカードになっているので、やっぱ会えていないことっていうのはお相手の方にとってもそのなんていうかな、満たされない思いにはなっているわけですね。やっぱあなた様に会うことで満たされるし、会えないことでやっぱ満たされないっていう気持ちになるようなので、やっぱ会えていない状況っていうのは、お相手の方も寂しいということですね。それもちょっとこう自分が招いてしまったことですね。ちょっと自分が見栄を張りすぎて、今陥ってしまっているわけなんだけれども、それだとしてもやっぱり、お相手の方としては寂しいというふうなお気持ちを抱いていらっしゃる。なんだけれども、さすがにちょっとね、今、見栄を張れるような、ちょっと資金力も今なくなっちゃっているので、今はちょっとやっぱ慎重になろうっていうふうに思っていらっしゃるようで、ソードのページっていうカードが正位置です。このカードが正位置になった時の意味としては、慎重な行動を取るっていうことを表したりだとか、あとは広い視野。っていうことを表すカードでもあるので、さすがにあなた様に対して会えなくて寂しいんだけれども、また今あなた様に会っちゃうと、なんかこう見栄を張ろうとして、豪快にね、なんかこうお金とかをまた使っちゃうと、さらに自分の状況が苦しくなってしまうので、さすがに今はちょっとこうね、慎重になろうと、寂しい思いはあるけれども、なんか寂しいからといって会っちゃうと、ね、別に見栄を張らなくてもいいのに見栄を張っちゃうんですね、お相手の方。なんかそういう性格なのかもしれないし、身を張ってないと安心できないっていうのもあるのかもしれません。だから今会っちゃうと身を張っちゃうから、みたいな感じでちょっとこう我慢するみたいなね。と同時にその寂しさを今ねバネにしているっていうふうにお伝えしましたが、このコーンっていうカードが出たんですね。コーン、これトウモロコシですね。これトウモロコシっていうのは成長っていう意味と収穫っていうことを表すカードになります。トウモロコシがこうすくすくね、こう育っていってこう収穫の頃合いを迎えている通り、今ね、あなた様としてはもういいよって思うかもしれないけども、またあなた様に対して会う時にはやっぱ見栄を張りたいですね。見栄を張るためにはやっぱりそれだけのなんかこう、資金源が必要なわけで、そのね、まだ見栄を張るためのなんかこうお金みたいなのを今なんかこう育ててね、収穫しようとしていらっしゃるわけですね。またあなた様にいい格好を見せられるように、今はちょっとこうね、我慢して、会うことを我慢してお金貯めようとかね。ちょっとこう、豪快に使いすぎて借金ができてしまったら借金まず返そうとかね。ちょっと今お金をね、なんかこう、賢い使い方にして、例えばなんかこう、将来の投資とかなんかこうね、新しい収入源を作って、で、ある程度この収入源が育ってきたりね、安定した収入が入るようになったらまたあなた様に会おうとかね。なんかその会えない寂しさを、なんかこう成長とか、新たななんかこう自分に対して入ってくる、こう収穫を早くね、得られるようなところにこうモチベーションとしてね、あなた様への会えない寂しさっていうのをこう活かして、バネにしていらっしゃる、糧にしていらっしゃるようなので、本当は会いたい気持ちはあるのかなと思います。先ほども言った通り、なんていうかな、この会いたい気持ちっていうのはあるっていうふうにもお伝えしたかと思います。実際にその、会う気はあるようでして、
まずここですね、見ていくとワンドのページっていうカード、これ正位置になっています。このカードにはですね、正位置になった時にはですね、進むべき道を選ぶ、進路を決めるっていうことで、まあ、すでにやっぱあなた様との関係を進めていきたいっていう進路はもうお相手の方の中で固まっているようなんですね。だからこそあなた様に会いたいっていうところもあるし、まあ、希望に満ちているっていうことで、なんかあなた様との今後のことに対しても希望を見失ったから会っていないんじゃなくて、むしろまだ今後どうなっていくんだろうとかね、今後こんな風になっていきたいなって結構ワクワクする気持ちっていうのを持っていらっしゃるんですね。だから今の時点でもうあなた様との恋を終わらせようっていう風には思っていないわけですね。まだまだこれからいろんなことをしていこう、いろんなところに行こうとかね、まあ見栄を張りたいお相手の方ですから、いろんなところに例えばあなた様連れて行こうとかね、いろんなお店の例えば食事を食べさせてあげようとかね、なんかいろんなものを買ってあげようとか、なんかそういうね、希望に満ちたところがあるから、まだまだ会う気っていうのはあるようなんですね。あとはここですけれども、ワンドの4っていうカード、これが逆位置になりました。でこのカードが逆位置になった時の意味としては、逆転の発想がですね、成功をもたらすということで、今までのやり方にこだわらず違う手法を取り入れていると。だから今までのお相手の方だったらば、なんかこう会いたいなと思ったらすぐにあなた様に会って、でそれで何でしょうかね、こう見栄を張って結構お金を散財しちゃうというか、使いすぎちゃうっていうところがあったんだと思うんですけれども、今はまあちょっと逆転の発想というわけではないかもしれないですけれどもね、会いたいなと思っても今こうね、慎重な行動をとって、なんかこう簡単にはこう会わずにね、会いたいという気持ちをこうぐーっとこうチャージしてね、その間会いたい会いたい会いたいっていう気持ちをなんか他のところにね、エネルギーとして使うように今していらっしゃるわけですね。自分の成長であったり新たな収穫に向けて、なんかそういう手法を取り入れているだけで、別に会わなくなったイコールもうあなた様にね、もう一生会いたくないとか、もう気持ちがゼロになったっていうわけではないようです。その会いたいというね、気持ちや会えない寂しさっていうのをなんかこう違うエネルギーに変えている。今まではそれをもう会いたいと思ったらすぐに会えて会おうとしていたのを、こう手法を変えているだけだっていうことですね。で、最後こちらのゲートウェイっていうカードですけども、もう門が開くっていうカードですね。まあ、お相手の方としてはもう今すぐにでもね、門が開いたらあなた様のところに会いに行きたいんだけれどもね、門が開いちゃってるとね、すぐに行っちゃうから自分で門を閉めてるんですね。あなた様のところに通ずる道の門をね、それはついついやっぱ身をね、張ってしまって、自分をどんどん苦しい状況、経済的に苦しい状況になってしまうから、そうならないように自分にねちょっとストッパーをかけるためにあえて自分で門をね閉じたわけです。でもその門をこうバガッとね、ちゃんとこう成長したり収穫を迎えられたらこう開いて、あなた様のところに向かっていこうっていうふうには思っていらっしゃるようなので、ちょっとこう自分をコントロールできなかったところからちゃんと自分をコントロールしようとしていらっしゃるだけなのかなと思うので、全然会う気はあるようです。はい、ではですね、それだけね、見栄を張りたいっていうことは、まあやっぱりあなた様の気を引きたいっていうことなので、まあお相手の方もね、あなた様のことを好きだったり意識はしていらっしゃるんだと思いますが、じゃあ実際にね、今後会えるようになっていくのかというのをですね、ちょっと見ていきたいと思います。ではですね、見ていくんですが、今後お相手の方と会えるようにはなるのかどうかっていうカードです。はい、ではですね、見ていくと、そうですね、実際に2人で過ごすカードが出ているので、また会えるようになるというか、なんかこう一緒にね、過ごす時間っていうのは訪れるのかなっていうのが出ております。
なのでちょっとそちらからじゃあ見ていきましょうかね。このカード、ニューサポーティブコネクションズっていうカードで、新たな支え合うつながりっていうことで、まあ何かこうね、二人で一つのキャンバスに一つの絵を描いている通り、なんかこう二人で一緒に作業をする時間であったり、一緒にね、こう過ごして、なんかこうね、お互いこうにこやかですけれども、笑顔な時間っていうのを過ごすことができるということですね。うん。なんかこう共同作業的なデートとかもできるのかもしれないですね。まあ実際になんかこう、まあ絵を描くっていうこともそうかもしれないし、まあ楽器を弾いてね、ちょっとセッションするっていうこともあったり、まあカラオケとかもそうかもしれないですね。二人で一つ、まあ一つのなんかデュエットみたいなね、ことであったり、まあゲームとかもそうかもしれないし、まあなんか釣りとかね、なんかそういうのもそうかもしれないですけど、まあいろいろあると思うんですけれども、うん。何かそういった二人で一緒にね、する系の、まあデートとか会う時間っていうのをまた持つことができて、それによってね、うん。なんかこう、お互いが、またこうね、互いをこう支え合いながら、まあ二人が一つになっていけるような、なんかそういうね、展開を迎えていくよっていうカードが出てはいるので、うん。全然まだまだね、会えるようにはなっていくのかなというふうに思います。うん。ただその実際にね、こうお相手の方と会えて、なんかこう二人で一つのこと、一緒のことをなんかやっていけるようになるためには、まずここが大事だっていうのが出ていて、フリーダムっていうカードが出ました。自由っていうことですね。うん、まあお相手の方が自由をつかむっていうか、なんかこう檻の中というかね、牢屋の中からこうね、ようやくこうなんかこう抜け出せた人がね、描かれていますけれども、まあ檻の中っていうことですが、別に何かがこう捕まっているっていうわけではないと思うんですけれども、やっぱりこう自由がやっぱり今効かない状況ではあると思うんですね。うん、ちょっとやっぱあの様に身をね、張りすぎて、ね、お金を使いすぎたせいで、なんかこうね、今自由に使えるお金がないみたいな。うん。それによって自分の生活すらも、なんかこうすごい質素になっちゃってるとかね。うん。それが今自由のない制限のある状況だと思うんですが、またこう自由になるっていうのは、そういったこうね、自分の生活すらもこうセーブしなくちゃいけないね、節制節約しまくらなきゃいけないっていうような状況から、だいぶね、余裕とかゆとりとかをね、こう持てるようになった時が、これ自由のタイミングだと思いますから、そうなれた時にまたね、二人で過ごすことができるよと。だから、まあ、その時にはね、もう見え張らなくていいよということを、なんとなくやっぱこう言ってあげた方がいいのかなと。見え張らんでええよっていうことを直接的に言ってしまうと、いやいやいや、なんか別に見え張ってへんしみたいな感じでね、逆にちょっと拗ねちゃうと思うので、いつもありがとねっていうようなね感じで、まあちょっと今日は私が払うね、俺がちょっと今日払うから今日はいいよみたいなね、なんかちょっとずつね、お相手の方のその見栄っていうのを張らないように、張らなくていいよ的なことをね、伝えてあげるのもいいかもしれません。で、フリーダムっていうところには44ね、4のゾロ目が描かれています。うん、まあちょっとね、お相手の方がね、今の制限から解き放たれるのに、まああと44日、まあ約1ヶ月半ぐらいですね、かかってしまうっていうこともあれば、4のタイミングにね、ようやくこう自由になれるっていうことで、もしかしたら4月っていうことかもしれないですけれども、うん。まあその4のタイミングには、やっとね、自由になることができて、また2人の時間っていうのが過ごせるような流れが来るようです。はい。で、あとはここですけれども、Be willing to express love っていうカードで、まあ愛を積極的に伝えるっていうカードでもある通り、うん、まだまだお相手の方としては、あなた様に伝え足りてない愛っていうのがあるわけですね。それを今後会った時にですね、伝えていこうっていうふうに思っていらっしゃるっていうカードが出ていますから、うん、まあお相手の方としてはまだ会う気があるっていうのもありましたけれども、実際に会えるような流れにはなっていくようです。はい。ではですね、最後選択肢のカードを見ていきましょう。 B を選びいただいた方はこちらで、レジュベネイティングレインっていうカードで、活性化の雨っていうカードです。このカードにはクリアザパスト、ヒールザプレゼントということで、過去が清算され、今が癒されていくっていうことで、まあ雨が降った時っていうのは、実際にね、このなんかこう土の汚れとかを流してくれて、またこうね、まあ綺麗になっていく。まあ池とかもそうですよね、なんかちょっとこう淀んだ水が雨によってこう流されていって、また池が綺麗になるみたいな感じで、うん、なんかちょっとこうね、過去に流したい過去というのは、実際にこう過去に流れていて、今が癒されていくっていうことですね。辛い現実がこうもう過去のものとなり、今がどんどん癒されていくっていうことで、たとえ今ね、あなた様が苦しい思いをしていたとしても、それはもういずれ過去のものになっていくと。そして今現在っていうのがどんどん癒されていくっていうところがあるから、うん、
ずっとねこのまま自分は苦しめられていくんだみたいなですね、なんかちょっとこうそういったこう悲観的な考えを持ちすぎないように気をつけていこうねっていうカードでもありますので、これも参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお伝えしていくと、今回もですねいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は LINE のアイコンを頻繁に変える男性心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあそうですね、まあ LINE のアイコンを変える頻度っていうのはその人の何でしょうかね、精神状態の安定具合にも変わってくるのかなと思います。やっぱりこうコロコロ変わっているとき、それがねなんか似たようなものだったらいいと思うんですね。例えば自分の自撮りのなんか漏れているもの、さらに漏れているもの、もっと漏れているもの、ね、より漏れているものみたいな感じだったらば別にそんなことはないんだけれども、あるときはなんか明るい画像、あるときはなんか真っ黒の画像で、また明るい系の画像、暗い系の画像みたいなね、そういったか結構コロコロそういう風に変わっているときっていうのは、あ、なんかちょっとこう精神的に安定していないんだなっていうね、ことを読み取れたりもするので、ちょっとこう精神的に安定してない時の男性っていうのは結構扱いづらいですから、できればあんまりねこう頻繁に関わるというよりかはちょっとそっとしてあげた方がいいのかなと、でできれば明るい系の画像になっている時にちょっとこう話しかけたり大丈夫みたいなことをこう言ってあげるっていうのがいいと思うので、まあ LINE のアイコンがかなり頻繁に変わっているようだったらそれだけこうね、その精神状態も右往左往というか上下している可能性が高いのかなと思うので、まあ、ちょっとそういった形で読み取ってあげるといいと思います。はい、ということで、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね最後にこちらのミスティックヒーラーというカード、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人はあなた様に会えなくて実は寂しいのかというテーマで、お相手の方はあなた様に会えないことを寂しがっているのかどうか見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですねお相手の方、あなた様がいないところでどういうふうに過ごしているのか、お相手の方ですね、お相手の方はあなた様と会えていない時にどう過ごしているのかということと、お相手の方はあなた様と会えなくて寂しいのか、そして、今後会う気はあるのかどうかということと、実際にですね、まあ、今後お相手の方と会えるようにはなるのかどうかっていうのも見ていきます。はい。ではですね、まずはじめにですが、お相手の方、あなた様と会えない間、どうしていらっしゃるのかということと、会えないことを寂しいと思っているのか、そして今後会う気はあるのかどうかっていうところから見ていきます。
はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらが あなた様と会えていない間、お相手の方はどう過ごしていらっしゃるのか、お相手の方会えないことを寂しいと思っていらっしゃるのか、今後あなた様に会う気はあるのかどうかを表すカードです。では早速見させていただきます。はい、では見て、ここちょっとこの辺ですね。はい、ではですね、ちょっと見ていくんですが、はい、まあ、こういった結果が出ている中で、そうですね、まずお伝えしていくんですが、お相手の方もう会えるならもっともっとあなた様に会いたいというふうにね、思っていらっしゃるということですね。まあ、それすなわちやっぱ会えていないことっていうのはやっぱ寂しいことだっていうふうには捉えていらっしゃるわけなんですが、会えるぐらいになったら、まあ、なんですかね、こう、会えるんだったらは、もっともっと会いたいと、いうふうに思う中で、今は会えない、とも思っていらっしゃるんですね。それは、こう、物理的に会えない。例えば、時間が作れないとか、ね、ちょっとこう、体調を崩していて、まあ、会えないとか、それとはまた違った会えないなんですね。これ何かっていうと、今の自分なんかがあったとしても、なんていうかな、あなた様を、なんかこう、幸せにできないとか、楽しませられない。っていうふうに思い込んじゃっていて、で、勝手に会うことを、なんか控えている、自粛しているっていうところがあるんですね。お相手の方としては、あなた様と会うときには、なんかこう、作り上げたい理想のシチュエーションみたいなのがあるみたいで、それが何かっていうと、また後ほどお伝えしていくんですが、インナーピースっていうのが出ているんですね。心の安らぎっていうカードで、まず自分自身の心が安らかな状態の時にあなた様と会って、あなた様の心も安らかにしたい。っていうのがお相手の方、あなた様と会う時の理想のシチュエーションで描いていらっしゃるものがあるんですね。でも今っていうのは自分の心も安らかじゃないし、そんな状態であなた様と会ったとしても、あなた様の心も安らかにできないっていうことがあるから、会いたいという気持ちはもう山々なぐらいあるんだけれども、今の自分なんかがあってもなーっていうことで、なんかこう会うことを、なんかちょっと後回しにしちゃったり、なんかこう、まあ後回しじゃないな、会うことをなんかこう控えたり、自分の中でこう封印するみたいなね、なんかそういう状況のようです。なので、ちょっとですね、このあたり見ていきたいと思うんですが、まずですね、ちょっと見ていくんですけれども、お相手の方会えない間どう過ごしているかっていうところで、ペンタクルのナイトっていうカードが逆位置になりました。このカードっていうのは本来正位置の時には着実な進歩っていうことで、まあ決して早くはないんだけれども、確実に例えば結果を出したり成長を遂げたりして一歩ずつこう前に進めているっていうカードになりますが、逆位置になると全然こう前に進めていない、もうほぼ止まっているみたいな状況を表すカードで、スローペースっていうことであったり、物事が計画通りに進まない不安定な状況っていうカードで、お相手の方としては着実にね、一歩ずつこう成長を重ねていきたかったり進歩していきたいのに、ずーっとなんかこう同じところに留まってしまっているような、なんかそういうスランプを経験していらっしゃるようなんですね、今。結構行き詰まりというか、なんかそういうものをけ、経験していらっしゃるようで、それがね、ちょっとこう、お相手の方のバランスを崩すことにつながってしまっているっていうのが出ているんですね。それがこのカードです。テンパレンスっていうカードが出ていて、これ節制っていうカードですね。節制というのは節約する、節制するということで、まあそういった意味もあるんですけども、節約節制というのはこう余分なものを排除して必要なものだけを取り残して、すごくこう調和の取れた状況にするとか、バランスが保たれた状態とか安定とかをね、表すんですが、逆位置になるとバランスを欠いた生活っていうことであったり、不安定性を表すカードになります。
ですから本当だったらば一歩ずつ一歩ずつね、なんかこう成長を遂げていきたいのが全然進まないというなんかこうスランプを経験しているっていうふうにお伝えしたと思うんですが、それによってですね、どん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 こうストレスがね溜まっていって、バランスの欠いた生活を送るようになったり、過度の欲求ですね、例えばまあ本当に暴飲暴食をしてしまったりだとか、バランスを欠いた生活っていうことで、まあなんかこう夜も夜更かししちゃってもう昼夜逆転してしまっているとか、不眠の状況が続いていたりだとか、なんかこうホルモンバランスがねちょっとこう崩れて体調がうまくいかなくなったりだとか、精神的にねちょっとこうコントロールが今できなくなってしまっているだとか、なんかちょっとそういう状況に今なっちゃってるようなんですね。だからだいぶね、あなた様と会っていない時のお相手の方っていうのはちょっとこうなんだろうかな、なんか生活が荒れちゃっているような、なんかそういう状況のようです。なんかうまくいかなすぎてもうお酒に逃げているとかね、なんかちょっとこう眠剤がないと、ね、睡眠薬とかがないとちょっとこう寝れなくなってしまっているとか、逆にちょっとこうね、なのかな、こうエナジードリンク飲みすぎてちょっとこうね、精神的不安定になっているとか、なんかちょっとそういう状況に近いのかなと。だからそれをなんかねこう打開しようとしていらっしゃるようで、オープンアップっていうカードで、これじゃダメだと、このままじゃどん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 ね自分が腐っていってしまうっていうのがあるので、なんとかそれをねこう打開して切り開こうとしていらっしゃるわけですね。これはあかんと、このままの生活続けていたらもうこれダメになっちゃうということで、ちょっとこう生活習慣の見直しをしたりだとか、ちょっとこう堕落していたものをね、整えようとしていらっしゃったりだとかですね、まあ、過度な欲求ね、暴飲暴食していたのをちょっとずつこれ減らしていこうと、で健康的な食事量に抑えたりだとかね、運動を取り入れてみたりだとか、ちょっとずつねこうちょっと荒れてしまった生活を元に戻そうと今していらっしゃるようです。で、ですね、会えないことを寂しいと思っているかっていうと、まあ寂しいとは思っていらっしゃると思うし、どちらかというと今回出ている結果としては、なんかもうあなた様にすごく会いたいっていう気持ちの方が現れているカードが出ているので、ちょっとお伝えしていくんですけれども、まずここのカードからで、ワンドの3っていうカード、これが正位置になりました。このカードが正位置の時の意味としては、発展的、関係が前進する、愛が深まる、回復っていうことも表すカードで、だから本当はね、あなた様ともっと会い、もっと関係を進めていきたい、もっと愛を深めていきたい、もっと発展させていきたいっていう気持ちがあるぐらい会いたいんですね。それぐらいの気持ちがあるのに会っていないっていうことは、もちろん寂しいっていう気持ちもあるし、それぐらい強いね、会いたいという気持ちを今ね、封印していたり抑え込んでいるっていうのをね、お伝えしたと思うんですけれども、それぐらいあなた様に会いたいという気持ちが強いのに、それを抑え込むのはかなりお相手の方としてはこう苦しいところあると思うんですが、なんとかちょっとこう抑え込んでいるっていうことだと思うんですけども、すごくやっぱ会いたいという気持ちですね。表すカードが出ていたり、ワンドの3っていうカードですね。これが、正位置になっているんですが、このカードももともと正位置の時には実行に移すということで、何か行動を起こすとか決断を下すとか勇気を持って一歩踏み出すということで、本当だったらもっともっとあなた様が行動を起こしていきたいわけですね。あなた様のいる土地へこう向かっていきたいというか、そういったことをしたいわけですね。それぐらい好きという気持ちはあるわけですね。ただ今回のお相手の方に関しては、自分であなた様に会うことをセーブしていらっしゃるっていうところがあるので、なんかそれでなんか寂しいと思う気持ち、なんかちょっと矛盾ではないけど、なんか違うと思うんですね。これが例えばあなた様にすっごい会いたいんだけれども、仕事がすごく忙しかったり、あなた様となんかこうシフトのタイミングが合わなくてこう会えない状況ね、なんか他の要因で会えなくさせられているんだったら、これ寂しいっていう気持ちになると思うんですが、このお相手の方に関しては、あなた様に対しての会いたい気持ちはすごい高いのと同時に、自分でその会うっていうことを今セーブしていらっしゃるので、なんか寂しいっていう気持ちとはまだちょっと違うのかなと。別に寂しくないわけではないんだけれども、ちょっと違うパターンの方ですね。
で、ここなんですが、レインボーっていうカードが出ていて、これは虹ですね。虹。虹っていうのは、幸せとか幸福を表す象徴なので、早くあなた様に会って、あなた様を幸せにしたいという思いを持っていらっしゃるんですね。うん。それぐらいあなた様のことを思う気持ちっていうのは、会っていない間にも持ってはいらっしゃるということですが、その会う、ね、会いたい。っていう気持ち、衝動、欲望を今ぐーって押さえつけていらっしゃるわけですね。それはなぜか、最初にも言いました通り、お相手の方っていうのはあなた様と会う時にはなんか理想のシチュエーションというか理想の条件みたいなのがあって、それがここなんですね。インナーピースっていうカードが出ました。心の安らぎっていうカードですね。お相手の方の中であなた様と会う時というのは、まず自分の心が安らかな状態であるっていうことが大前提。その大前提をクリアした上で、あなた様と会って、会ってる間にあなた様の心をすごく安らかにしていく。これが、なんかこう、自分に課せられたミッションのように、使命のように感じていらっしゃっていて、それができる時だけ会おうっていうふうに思っていらっしゃるようなんですね。というか、会うからにはそれをしていかなくちゃいけないとも思っていらっしゃると思います。でも今っていうのはね、ちょっと自分自身の生活が今荒れている状況でもあるから、心もね、やっぱ安らかな状態とはちょっと言い難い状況なわけですね。そんな時にあったとしても、あなた様にね、心が安らかじゃないから、なんか些細なことでちょっとこうね、あなた様に噛みついちゃったり暴言を吐いちゃったりね、ちょっとこう荒々しい態度を取ってしまうっていうことがあると、あなた様の心を豊かにしたいのに逆の心理にさせてしまうわけですね。心理状態にさせてしまうわけです。そうはなりたくないから、会いたいという気持ちを今ぐーっとね、抑え込んでいるということですね。こちらのカードが出ているんですが、カップの9っていうカード、これが逆位置になっていて、このカードがもともと正位置の時には、大いなる満足を得るっていうことで、大満足を得る、大満足を与えるっていうこともそうなんですけれども、どういうふうにして大満足を与えるかっていうと、夢を叶えるとか願いを実現するっていうね、カードでもあるんですが、逆位置になると、今ね、自分にはまだあなた様の夢とか願いとかを叶えられる力がね、まだないとね、そんな自分があなた様と会っても、あなた様に満足じゃなくて不満足を与えてしまうっていうのがあるので、会うことを今我慢していらっしゃるんですね。そんなとこまで気にしなくていいのにってね、あなた様として思うとは思うんだけれども、なんかあなた様の要望っていうのを叶えてあげられるような状況じゃないと、自分はあなた様に会ってはいけないみたいな、なんかそういうルールを課していらっしゃるようなので、そのちょっとルールに縛られてね、今会いたいという気持ちは高まっているのに、会わないっていうことを選択していらっしゃる、自らね。だからちょっとこう寂しいという感情とまたちょっと違うと思うんですね。結論で言うと、全然会う気はあるんですけどね。で、ペンタクルの3っていうカードがこれ逆位置になっています。このカードもですね、もともと正位置の時にはですね、進化進歩っていうことで、なんかこう先に進んでいくっていうことだったり、先に進むことに対してすごく肯定的っていうカードなんですが、逆位置になるとですね、今なんかこうね、先に進もうとしても、努力したとしても、なんかこう期待通りの結果にはならないんじゃないかっていうことをこう思い込んでいるとか、固くなる態度っていうことで、今の自分なんかがあったとしても、なんかこう理想のデートはできないとかね、あなた様が望む理想の時間っていうのは遅らせてあげることはできないみたいなことを勝手に思い込んで、自分の判断だけで会うのを今控えるっていうね、なんかそういったことをこう勝手に決めていらっしゃるだけで、なんかこう自分の中でのね、制限が取れたら、ちゃんとあなた様に会って、あなた様の心までをこう安らかにしていきたいっていうふうに思っていらっしゃるので、全然会う気はあるのかなと思います。ではですね、最後に、今後お相手の方と会える流れは来るのかどうかっていうことですね。こちらも見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていくんですが、今後お相手の方と会える流れが来るのかどうか、会えるようになるのかどうかということで、なるほど。会えるようにはなると思うんですけど、なんていうかな、あなた様の中で、あ、そろそろ会えるなっていう多分サインもなんか感じ取れるようにはなってくると思います。なのでちょっとお伝えしていくんですが、まあいつ会えるようになるのか、いつというかどういう風になって会えるようになるのかっていうのを表すカードからまず出ていて、マイルストーンっていうのが出たんですね。マイルストーンっていうのは、まあ中間地点みたいな感じで、なんていうかな、まあスタートからゴールがあって、まあ途中のここまでね、こう達成できたっていうのが、そこがこうなんかマイルストーンなわけですね。だから中間地点までよく頑張りましたっていうことで、まあこのね、中間地点まで頑張った自分をこう称えているっていうようなカードになるんですけれども、まあ全てがこう完了するとかコンプリートできるというか、お相手の方が順調にね、自分自身のね、ちょっとこう荒れた生活っていうのを今整えていらっしゃると思うんですが、それがこうだいぶ整ってきて、まあかなり健全なね、暮らしを送ることができてきたとかですね。だいぶこう現状を打破することができて、このね、ここまで進んできたらもうあとは大丈夫だっていうようなレベルまで進んできた時に、またあなた様に対して会おうとしてきてくれるっていうことで、実際に会えるようになると思うので、だから次ね、多分会えるようになった時には、まあお相手の方がね、ちょっと最近こうこうこうだったんだけども、だいぶ今こんな感じになってきて、ね、ようやくもうね、自由な時間が作れそうになるんだ、みたいな、なんかそういうね、あなた様としても、あ、今後はちゃんと会えるようになるんだな、みたいなね、そういうこう話を多分してくれるようになると思うので、なんかそれをこう話せるようなね、状況になった時に会えるようになるよっていうことが出ていて、それがあなた様にもサインとして伝わってくるっていうのが出ているんですが、このディセンドっていうのが出たんですね。これ降りるっていうカードになるんですけども、降りるとかこう下に下るっていうことなんですけれども、あなた様の中で何かがこう、まあ、降りるというかこう下がった時ですね。今は多分ね、あなた様の中でもお相手の方に対して会いたい会いたい会いたいっていうね、すごくこう会いたい気持ちっていうのがすごく高まっていると思うんですね。これ会えないことによって、逆にその会いたいという気持ちがすっごい高まっていると思うんですけども、その高まった気持ちが、なんかこう、落ち着くというか、あれ？なんかそんなに、別に会いたいと思わないかもとかね。なんかそこまで会いたいと思わなくなってきたな。みたいな時に、ふっとまたこう会えるようになるんですね。で逆に言うと、あなた様がもう会いたい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 みたいなね。なんかそういうもう会いたい会いたいモードの時には逆に会えなくなってしまう。大事なのは、ちょっとこう会いたいという気持ちが強くなりすぎて、いると逆に手に入らないっていうことだから、いい意味でちょっとその会いたいという気持ちを下げられるようなね、状況を作っていった方がいいと。で、今あなた様がその集中できることがお相手の方のことしかないんだったらば、やっぱり会いたい会いたい会いたいという気持ちが強くなっちゃうと思うんだけれども、お相手の方以外での、例えば何だろうかな、熱中できるものとか、他のことに集中するとか、それこそなんかこう別の趣味を持ってね、なんか今こっち楽しいし、そこまで今お相手の方に会えなくてもいいかな、みたいな状況を作れた時が会えるようになるタイミングだったりするので、なんかちょっとあなた様の中でその会いたいという気持ちをちょっと下げられるようにしていく。実際にこう下がった時、なんかそこまで別に今会いたくないなっていうわけではないんだけども、会いたいとめちゃくちゃ思ってたけども、今そこまでではないな、みたいなことを感じれるようになった時にこれ会えるようになるので、ちょっとね、そこを自分なりにもこうね、ちょっと下げられるような環境を整えていかれた方がいいと思います。で、実際にこれね、ハブフェイスっていうカードが出ていて、会いたいと思う気持ちを持ち続けることはいいんですね。でもそれを強く感じすぎるのは良くないっていうことなんですが、ハブフェイスっていうのは信念を持つっていうことで、Trust your faith in this situation ということで、この状況において自分の信念を信じるっていうことで、絶対会えるんだと、また会えるんだっていうふうに思っていたら、その信念がちゃんとその会える展開にあなた様を連れて行ってくれて会えるようになると。
いうことを伝えてくれているので、だから実際会えるようにはなると思うんですね。でこのカードの数字が12っていうところが出ているので、何かこう12にまつわるタイミングの時に会えるようになるのかなと思います。例えばまあ12日以内とか何月12日っていうこともあると思うし、まあそうですね、まあ前回ね会えたのがいつなのかにもよるんですけれども、まあ、前回会えてから例えば12週間目に入った時とかね、場合によっては結構長い期間会えていなかったりすると12ヶ月目、まあちょうど会えなくなった1年目の時に、会えなくなってから1年経った時にこう会えるような瞬間に恵まれていくとかね、とにかく12っていうタイミングが会えるようなタイミングになってきて、その頃にあなた様の中で、あ、そこまで別に会いたいという気持ちが強くなくなってきたなみたいなねことを感じれた時が、なんかこう知らせが、連絡が来るタイミングであったり、会えるような流れが訪れてくるっていうね、まあそういった流れになってくると思いますので、まあ会えるようにはなってくると思います。はい、最後こちらのカードです。ミスティックヒーラーというカードは神秘のヒーラーというカードです。このカードっていうのがヒーリングエナジーフローするユーということで、癒しのエネルギーがあなた様に注がれるということで、なんかこうあなた様自身がですね、この癒しのエネルギーを受け取れるようになった時っていうのが、まあ運命の変わり目だよということですね。逆に言うと、あなた様を疲れさせるエネルギーがすごく注がれている、自分に流れ込んできているような状況だったらば、これちょっとこう環境を変えた方がいいよっていうことですね。だからいかにね、自分に癒しのエネルギーが注がれるような環境に身を置けるかっていうこともあなた様にとってはすごく大事、人生をね良い方向に進めていく上ではすごく大事だっていうことを伝えてくれているので、これもちょっと参考にしていただけたらなと思います。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていくと、今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回のご質問は LINE のアイコンを頻繁に、ですね変える男性心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。この LINE のアイコンを変える頻度っていうのは、心の状態が変わっている頻度に結構リンクしていると思うんですね。やっぱりこう写真がコロコロ変わるってことは、その時その時でやっぱ心理状態もコロコロ変わっていたりするので、まあちょっとこう心が安定しているとは言い難い状況なのかなと思います。で、心が安定していない時の男性っていうのは、正直言うとすっごいめんどくさいですね。扱いづらい、気難しい、この3点セットですね。魔の3点セットがこれ揃うので、ちょっとねこうアイコンが頻繁に変わっている時にはあまりね、下手に近づかない方がいいと思います。で、まあアイコンがこう安定したなと、いう時にちょっとこう連絡を返すようにしてみたり、なんかこう最近あったのっていうことをこう話しかけたりした方がまだいいと思うので、ちょっとこうアイコンが頻繁に変わっている時には、あ、今ちょっと近づかない方がいいんだなっていう風に捉えて、そっとしておくのがベターかなとは思います。はい、ということで最後 C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。